はい、こんにちは、長太郎でございます。今回はですね、お店でリールを選ぶとき、外れ答え、当たり答えを見抜こうということをね、テーマにお話をしていこうかなと思っております。まずお店でこのリールがいいなと。で、店員さんに、すいません、ちょっとこのリール触ってもいいですか？あ、いいですよ。じゃあちょっと触らせてもらおうかなっていうことで巻き始めたりするんですけど、やっぱりお店の売り物ですので、すごく気を使うと思うんですよ。傷つけたら、ちょっとあれかなと、雑に扱ったりしたり、ちょっと店員さんに怒られたりしないかなとか、まあ、いろんなね、そういった不安も抱えながら当たり答えを探していくわけなんですけども、その中で、まあ、簡単にできる当たり答え、外れ答えの探し方みたいなものをね、一つ紹介していこうと思うんですけど、傷ついたりするの怖いんで、こうゆっくり回すんですよね。ゆっくり回すと比較的どのリールを回してもなぜかね、いいリールに思えたりするんですよ。ん？あ、いいじゃん、これ。いいね、これ。え？おー、いいね、みたいな。ちょっと店員さん、ちょっと早く回したりなんかしていいですか？あ、いいですよ、どうぞって言って、ゆっくり今まで回してたのを早く回す。この時に結構シャリシャリ感がね、早く回すと手に伝わってきたりするんですよ。ゆっくり回すだけじゃなくて、早く回してみる。で、早く回してみて、あ、お、いいね、お、やっぱりいいね、これ買おうかな。3つ目、どうしたかと言いますと、ゆっくり回して、早く回して、お、いいね、じゃあちょっと空回しをしてみようかなということで、この空回しをすると、ギアの組み付けか何かが悪いときはね、コツコツカツカツっていう感触がこっち側の手にね、持ってる手に伝わってくることがあるんですよ。ですからこの3段階です、僕の場合。まずゆっくり回して、で、店員さんに、すいません、ちょっと早く回してもいいですか？あ、いいですよ。あ、じゃあちょっと早く回してみようかな。お、オッケーかな。あー、うーん、あ、オッケーか。じゃあちょっともう一回絡ま、あ、コツ、あー、コツってきたよ、これ。あー、じゃあちょっと今回は泣く泣く諦めようかなみたいな、こういう買い方を最近するようになって、あんまり、まあ、個人的にその失敗したなって思うようなリールに出会わなくなりました。当たり答え、外れ答えあると思うんですけど、結局のところ当たり答えであろうと外れ答えであろうと2年とか、まあ、そのくらい使っていきますとね、どっちもガタが出てきます。当たり答えだからこの先ずっとこのいい巻きを維持し続けるのかということはね、ないかなと、僕は思います。外れ答えだからといって早くガタが来るってことも多分ないような気がするんですよ。で、当たり答え、外れ答え、まあ、関係なく結局2年とか3年とか使っていけば同じようなところにたどり着いて、シャリシャリもしてくるし、ちょっと巻きがなんかちょっとおかしくなってきたかなみたいなこともあるし、あまり正直その最初の当たり答え、外れ答えっていうのにこだわらない方が、まあ、精神的にもね、こう楽になりますしね、結局行き着くところは同じなんだよという考え方のもとで、僕の場合は通販では買ってます。でもさすがに当たり答え、外れ答えの枠を超えて明らかに欠陥品の場合は返品しますけどね。ここからはちょっと難しいお話なんですけど、釣り道具屋さんですよね、店員さんに、なんでこうリールにばらつきあるんですかと、まあ、ばらつきがある中でも、まあ、許せる範囲と許せない範囲とあったら、売る側としてもちょっと売りづらかったりするんじゃないですかみたいな話をね、まあ、昔ちょっとしたことあるんですけど、その時にその店員さんが言ってたのは、まあ、某なんですけど、営業マンさんにちょっとこういうことあるんだけどどうにかならんもんかという話をしたらしいんですよ。で、そこの、まあ、その営業マンさんが言うには、当たり答えと外れ答えを分けて、外れ答えだけを全部省くことはできるんだけど、あえてそういうことはしないというお話だったそうです。まあ、例えばリールを100個作りました。で、不具合のある B 級品を5個出しました。5個は省いて95個を出荷します。
で、その出荷した際の売り上げが例えば100万円になったとしますよね。95個で100万円の売り上げを作るんだけど、もしもっと審査を厳しくして例えば70個出荷しましたってなると、この100万円の売り上げを作るためには1個のリールの値段を上げなきゃなりませんよね。そうしますとやっぱりちょっと売れ行きが下がってきたりすると、そういうこともありますので、全てのハズレ個体を取り除くことはできないんだという話をされたと。リール作るのも人が組み上げるものなんでね、上手い人もいれば新人さんもいるでしょうし、難しいところもあるんだろうなっていうのがありますね。ある程度は許容していかなければならない部分もあるのかなと、そんな風には思ったりもします。今まで1万5000円で買えてたリールが、その本当のいい個体だけを選んで検品を厳しくして本当にいいものだけを出しますよってなったら、多分1万5000円じゃなくて3万円出さないとそのリールが買えなくなるわけじゃないですか。となるとやっぱりそこは妥協するべきところもあるのかなという感じはしています。そんな感じでまとめをしておきますと、まず店頭でリールを買う場合、まずはゆっくり回してみる、次に早く回してみる、で最後に空回しをしてみる、この3つをワンセットで試していけば両個体に出会えるんじゃないかなと、そんな感じには思っております。ということで今回はね、ここで動画の方を終了したいと思います。ここまでご視聴くださいましてありがとうございました。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。